前回ね、あの島の名前決定いたしました。なんとこちらカッコン島でございます。センスの塊。うん、でなんでカッコン島にしたかっていうと、1話の方ではね、なんかもうカッコン島って風邪薬なんで、なんかね健康的に暮らせるんじゃないかっていうことでとか言ってたんですけど、はい、たまたま出てきただけですってことなんでね、じゃあ第2話の方やっていきたいと思います。とりあえずなんか最初に5000マイル集めないといけないらしいんですよ。このね、なんかねマイレージっていうのを、なんかミッション的なやつをクリアしていってマイルを貯めていくと。でなんかこれ最初なんか釣りがあるんですよね。これ多分これ10匹魚釣ったらまたマイルがもらえるっぽいんで、ちょっとじゃあ10匹魚釣っていきましょうか。プリティ、よし、じゃあ行きましょう。ちょっとじゃあ、まあ川から攻めていきます。これ任せて、俺釣りだけは得意だけ。ガッチャ、本当に俺高校時代めちゃくちゃ釣りやってたんで、任せろって感じですね。おい、痛い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 、任せろ、俺マジ得意やけ。これ本当に得意で、まあでもこの河口にいるってなったら、何でしょうね、やっぱあのヒラメとかですかね。あ、来た、おい、ほらマジ得意なんや。え、何、アマゾン川にいそうな魚釣れた。ティラピア、お、ティラピア、何でも食べる食いしん坊俺じゃねえか。さあ、じゃあ夏やけん、これサメもいるんじゃね。まあ、ちっちゃいけど、ちょっととりあえず10匹釣らないといけないんで、じゃどんどん釣っていきましょう。ほいー。あ、クマの実じゃん。かわいい。食べたいな、これ。クマの実って食べれるんかな？お前、いつまでやってんの、これ釣り。お、早っ、もうやってんじゃん、釣り。よこせ、おい。この島で一番大きいもの釣り上げる。お前のくちばしよりでけえやつおんのか、ここに。お前、え？いないって魚。幻覚見えてるやん。もしかして、いや、違うか。それ、くちばし邪魔で多分顔見えてないんじゃん、それ。いないよ、魚。この角度で顔見るわけやろ。それ、くちばしで邪魔して見えんもんな、顔。いや、魚一匹もいないから、そこ。くちばし削った方がええんじゃん、これ。でかっ！待って、これやばい、でかい。これは絶対に釣り上げてみせる。来るよ、これ次。来るよ。はいー。ブラックバスな。ブラックバスは確か安いんよな。300円くらいじゃなかった。そう、でかいと思ったらブラックバスとかね、川で言うと。で、海で言うとでかいと思ったら大体スズキみたいな。これはブラックバスよりはちっちゃいな。何？鯉とか。もう漁師になろうかな。うまくない？うわ、またティラピア。どんどん行きましょう。はい。え、なにこれ？うぐい。マイナーってことは安いのか、これも。まあまあまあ、これも一応。うん、お前のポケットでかくない？だってもう魚5匹入ってるよな。4次元ポケットやん。何やったっけこいつの名前。ちょっと邪魔したろ、これ。名前何やったっけ、パタヤか、パタヤ。お、なんか来たぞ。タヌキチマイレージ。お、挨拶したら、マイルもらえた。え？挨拶もらえたらもらえる世界？うわぁ、俺もあつ森の世界行きてぇ。お、いいね。このサイズ感は初めてかも。なんじゃなんじゃ？さあ、来い。え、キモ。ドンコ。ドンコだって。ちょ、サメ欲しいな、サメ。あと何匹？
1、2、3、4、5、6、あと4匹。おお、まだやってる。気のせいかなんか、さっきよりくちばし2ミリくらい伸びた気がするけど。気のせいか、さすがに。あ、いた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 。川の魚ってあんま高価なイメージはないよな。やっぱどうせ釣るなら高いやつが欲しいもんね。どんこ出た。やべ、風船ある。うわ、まだないよな、パチンコ。うわー、もったいね。ちょ、これでかいな、これ。ブラックバスやったら俺もうこれ引退するわ、動物の森。これはでかいやろ。これはブラックバスよりでかいっちゃう。さすがに。来た。これはブラックバスちゃうやろ、絶対。これでブラックバス来たらもうさすがにね。これは、これはドンコかな、これ。これドンコ来てもちょっとやめるわ、さすがに。引退するわ。ドンコももうさすがに釣りすぎ。ドンコ来たらもう俺やめます。引退します。はい。もっと多種多様であれよ。これでドンコならもう絶対に引退するぞ、俺。なに、フーナ、おいね。フーナ来た。わあ、しょぼい釣り竿壊れた。しょぼ。1、2、3、4、5、6、7。あ、地球上、お、10匹捕まえたぞ、これ。あ、来た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 。来ました。10匹捕まえたんで、マイルゲットしました。卒業したての坊主ってことでね。はい、うん、ちなみに僕の髪型は坊主じゃないんです。うん、ワカメちゃんです。なんかスネ夫やな、今日は。ちょっとすいません、これもう一匹ぐらいちょっと釣らして。ちょっとなんかさ、あんま珍しい魚釣れてないよね。もう一回釣り竿作って、もう一匹だけ釣って終わります。プリティ釣り竿作れたんで、ちょっとラスト1匹から釣りたいと思います。これはさすがにね、まだ釣ったことないやつを釣りたい。それで終わりたい。目新しいものを釣って終わりたい。これ、こいつにするかな。いや、これはドンコやな。あれは絶対ドンコ。俺にはわかる。なんか魚いねえか。いねえな、全然。いねえな、魚全然。え？やっぱ伸びてるよな、くちばし。お、来た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 。え、でかくね、これ。やばいやばいやばい。来た、これ絶対来た。いや、これはブラックバスよりでけえやろ、これ絶対。え、これやばいっちゃ。え、大丈夫これ。え、めっちゃでけえやん。こいつ絶対釣り上げる。来た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 。これブラックバスじゃねえやろ、この大きさは。